皆さんこんばんは。9月18日土曜日の女優オノイルの映画の話をしましょうよのお時間です。本日は久しぶりにゲストをお迎えしておりますので、早速ご紹介いたします。俳優の安楽正志さんにズーム越しで遊びに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。お願いします。はじめまして、安楽正志です。来てくれて本当にありがとうございます。今安楽正志さんのプロフィールを軽くご紹介しちゃっていいですか？あざす。お願いします。はい、安楽正志さんは今回かなり久しぶりに連絡を取らせてもらったのですが、私小野由里とはお芝居の師匠が同じ塩谷俊先生本当かな一緒に芝居の勉強をねしてたことがね。そうだね、うん、役者仲間です。一度舞台でも共演してるんだけど、覚えてますか？舞台はあれでしょ、過去の、過去そうどっちか分からなくなっちゃった。そうあれそうだよね、うん、一緒のシーンはなかったけど、うん、一応共演してます反対側だったからね。えいよいよ俺両方出てたんだそうだ、安楽さんはその頃から引っ張りだこでそういうのの記憶が曖昧だからちょっと事前に言っといて。前だからごめんもう全然そう括弧だね、括弧、括弧の括弧の巣の上でに、出演しておりました。でね、私小野由里の中では、安楽正志さんは存在感のある俳優で、個性的でアーティスティックでセンスの塊だと思っております。いや、その全部ないよ、それ全部ないよいやいやいや、俺にそれは全部持ってないよ。いやいやいや、センスが高いから、はい、あんちゃんの SNS を見かけた時に、うん、記憶に残るんだと思う。ああ、見てく印象、そうそう、エピソードの中で印象に残ってるってことね。そうそれは嬉しいね、うんうん、で今回それで結構だって、この今日の映画も見たの前でしょ、うん、結構前、劇場で見たから。あ、じゃあ2019年公開だから。あ、そうだね、2年前だね、うん、あ、それを覚えてたの、うん、あんちゃんは見てるなって思って。そう、もう A24 の配給とか制作は全部見るようにしてるね、一応。そうなんだ、うん、すごいいい情報。じゃあその時は本当に毎回安楽さんをA24 語るの超難しそう今回の映画も、うん、もう私一人じゃお手上げで。というかごめん、あんちゃんの紹介がまだ終わってませんでした。安楽正志さんの近年の出演作は、はい、ビッグネームが多いですね。素晴らしい、羨ましい。原田雅人監督の検察側の罪人、武正治監督のアンダードッグ、西川美和監督の素晴らしき世界。西川美和監督の作品すっごい面白いよね。現場は本当に幸せな現場だったね、本当に、うん、羨ましいな。話題作にすごい多数出演している安楽さんの、おしゃれなサイト、オフィシャルサイト、アンドットラック、安楽、これ安楽って読めばいい。そうアンドトラックじゃなくて、うん、そう、アンラッキーを、うん、ね、アンラッキーとアンラクをちょっと織り交ぜて作ってみたっていう。すごいおしゃれじゃん、すごいおしゃれ。でアンラックもぜひチェックしてもらいたいです、うん、一見アパレルブランドのサイトみたい、うん、本当に。いや、あげるなぜひぜひやめてくれ、うん、じゃあ今日ね、あんちゃんに来てもらったの、うん、せっかくなので映画の話をたくさんしたいと思っているので、はいはい、早速本日の映画の話をしましょう。はい、アリアスター監督、ミッドサマー、2019年の作品です。じゃあ簡単にあらすじをオフィシャルサイトからご紹介いたします。家族を不慮の事故で失ったダニーは、大学で民族学を研究する恋人や友人とともにスウェーデンの奥地で開かれる90年に一度の祝祭を訪れる。美しい花々が咲き乱れ、太陽が沈まないその村は、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかし次第に不穏な空気が漂い始め、
ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖、それは想像を絶する悪夢の始まりだった。ビルマニア、映画の話をしましょうよ。ではよろしくお願いします。お願いします。いや、この映画見て、本当にラジオで話そうと思って、でやめようかなってユリピソ苦手そうだよね、こういう映画。そもそもホラーを見ないのね。はいはいはい、はい、今日ミッドサマーってホラー映画って聞いてるから、もう怖いんだ怖いんだって思いながら見てるから、だからもうすでに壁があるの、初めからもう構えてたんだそう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 、って思いながら見てるからなんていうの、見終わった時に、案外見れたなっていう思いと、うわこれ一人じゃ無理だなってすごい思って、ところどころね、なんか放送禁止用語言わないと語れないシーンとかありそうだもんね、そうだね。あとなんていうの、説明がまず難しいよね。確かに難しいね、その、理解を超えてくるからさ、でもそれが多分アリアスター監督のいいとこというか、すごい頭じゃない、脳みそがすごくない、すごい。前のヘレディタリーって見た？見てない。あれもっと怖そうじゃん あっちの方が怖いよやっぱり。なんかもう、ヘレディタリーの、ポスター見ただけで、もう逃れられない、なんか家族の宿命みたいなことなんだけど、いやミッドサマーはね、あれ俺的にはもうコメディーのジャンルに入るぐらいの、はい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 、なんか理解超えてさ、笑っちゃう時あるじゃない。笑っちゃう、特にどんどんなんかもう笑っちゃう、そう最後の方とかもそうだね、コメディだと思うと最後の方はいやもう笑っちゃう、面白いんだよ、面白い。確かにあそこの、恋人のね表情とかも結構、そうもう何とも言いようがないな、何これっていうね。いや、お前がやってる行為も何これだけど、そうそれよりも周りの状況何これっていうのがそうだ、あら面白いと思うよ。言われてみると確かに、ひょっとしたら2回目はもっと楽しめるかもしれない。そうだね。あと俺はね、このミッドサマーでさ、冒頭でね、そのスウェーデンの町からさ、留学生として来てる学生の子いるじゃない、ペレだっけ、そうペレ、ペレ、それがさ、主人公のさ、フローレンス・ピューのさ役のあれか、ダニー役の子にさ言うわけよ、うちの町で起こることは演劇みたいなものだっていうの。確かに言ってる。もう俺はねそれだと思うよ。そうだね。でも90年に一度の祝祭でしょ、あれ90年に一度っていうこと自体もなんかもはや怪しいけどねだって、そうだよな、なんか 90、そう90年に一度ってだって、ほとんどの人の記憶にないわけじゃん、その、村の人もみんな若い人多いし、そんなに、なんていうの、滞りなく9日間も祝祭をあげ続けられるって、みんなその流れも知ってるわけでしょ。90年に一度あったんだ、やっぱりそこを全然あれしてた。いやいや、なんかね、私も今ね、あらすじを読んで、オフィシャルサイトのあらすじを読んだところなんだけど、そこに書いてあって、でもちょっとだとしたらおかしいよね、ペレの言ってることももはや。でもさ、前でも写真見せてさ、これがこの前のクイーンなんだみたいなこと言ってたじゃん。あ、言ってた。そうだから90年に一度っていうのはその現象がってことなのかな、違うか。なんか私が思うには、その90年に一度のビッグで、ビッグな祝祭なんだけど、1年に1回ぐらい、ぐらいスモールバージョンとかやってるのかもしれない
いやそこら辺でさ、めちゃめちゃ映画詳しい人ならさ、いやこういうことだよとか語れるんだろうね。ああ。避けないよ、俺はもう感覚的でしかさ語れないからね。え、でも私もこのラジオもう何年かも、うん、そうだよね、あの、やっているけれども、うん、こんな感じだ。いやでも普通の人はそんぐらいでしょ。うん。うん、なんか、うん、難しいね。でも。なんかさ、アリアスター監督って確か元がさ、なんか映像作家かなんかだったんだよ。だからさ、映像が綺麗だしさ、綺麗、その惹かれてくさ、なんかずっと寄ってってさ、外の景色になってく、窓の外からみたいな、あの撮り方とかがさ引きつけられるからさ、あー、ズームがこう寄っていく感じで、この一緒に私たちのこう見てる視聴者の目も追っていけるっていう、自然に追っていけるって感じなのか、それが意図的に作られてるのか。でもこっちはもう見入っちゃうじゃん、見入っちゃう。で映像綺麗だしさ、あと結構さ、すごい可愛い絵がいっぱい描いてあるじゃない、あの泊まる施設、ああいうのもさ、すごい遠くにぼんやり見える感じだから、その電車越しに、はっきり見えにくいじゃん、で一生懸命そこを見たくて目を凝らしちゃうのもきっとあるよね、ああ後ろをよく見なきゃっていうので、そう、なんか何が書いてあるんだろう、もっとそこ見たいなとか。だからでもそれ多分あれだよね、こちらがさ、感覚的に見れるんじゃなくて、脳みそでさ考えながら見なきゃいけないっていう、そういう作り方してんだろうね、ちゃんと。そうだね、あそこはああだからこうなってて、前の絵、あの絵があるってことはなんかとか、いろいろそういうのを考えてんじゃない。確かに途中でさ、これ映画のコマーシャルでも使われてたシーンなんだけどさ、目がぐるぐるした絵が出てくるの覚えてる？何、人生、これが人生なんだよって言ってさ、この絵は人生を描いてあるって言ってさ、男の人と女の人が出会って、はいはい、で女の人がこうなんか出産をするみたいな、結婚するみたいなさ絵が一通り映って、その途中で目がぐるぐるしてる男の人のなんか4コマ漫画みたいに なんとなく、うん、そう、あれがなんか右から左に映されていくのね、絵が、これ日本の感覚だとこう右から左、ストーリーが右から左になってるって、なんか違和感があって、だいたい左から右にストーリーが描かれるから、反対に撮られてるのかなっていうのすごい気になっちゃって、なんか最初の絵がひょっとしたらオチで、4321って映ってるのかなって思っちゃうから、4枚目をしっかり見ておかないと、1枚目まで行った時に意味がわからないんじゃないかと思って、そこもすっごい一生懸命見ちゃうんだけど。いや、そんな全く考えてなかったわ。いやいや、でもその方がその方が楽しめていいじゃん。なんかでもあの絵はね、その未来予知じゃないけど、そうそういうことになるからね、なんか可愛いのか気持ち悪いのか分かんないみたいな絵ね。気持ち悪いでしょやっぱり。いやでも何よりさ、ああいう映画でさ、その主演のフローレンス・ピューがさ、俺は大好きでさ。あ、そうなの？他の作品何出てるの？何役の彼女でしょ？最近だとほら、ブラックウィドウのさ、あ、はいはい、妹役？あ、そうなんだ。そうそう。あ、じゃあ結構あれなんだね、メジャーな作品。最近ね。うん、あとは若草物語。あ、じゃあもうビッグバジェットの作品ばっかりじゃん、予算の。そうそう。ある作品ばっかり。あんなさ、なんかそのなんつうの、奔放な人、あんなハリウッドの、なんか俺らでは想像つかないような世界の中で、あんだけ自由奔放に生きれてる女性っていうのはね、やっぱすっ
ごい魅力的でさ、あいいね、感情の表現力がすごいじゃない、あの人、うん、いや、うん、すごいミッドサマー、でもなんかあのミッドサマーって作品的にさ、なんかそういう風な、うん、あのなんていうの、公開の仕方だからなのかもしれないけど、大きな作品っていう感じがしないじゃない、うん、なんかそのハリウッドのザ・ハリウッドの作品っていう感じじゃなくて、うん、日本でもその割と小劇場というか小さな映画館でなんかインディーズみたいな扱いで公開されてた気がするんだけど、なんかそういう作品からすごい評価される、まあ、されやすい、その、うん、現在公開されてる若草物語もそうだし、ブラックウィドウもそうだけど、うん、その大きなお金が動きやすい作品に出るっていうの、割と夢があっていいよね、うん、そうだね。じゃあ A24 の制作自体がそうなんじゃない、うんうん、結構そんな超メジャーっていう、うんうん、あれじゃないような、配給とかもさ結構インディーズ色が残る、うん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 、個性、なんかビッグバジェットっていうよりかそれぞれの個性をいろんな色を出してる映画を出すみたいな、むしろその方が自由度が高いかもしれない、そうそうそう、自由度が高いからやっぱいいよね、面白い、誰かしらに刺さるだろうっていう、今回のミッドサマーも広告なの、うん、コマーシャルだけでも注目度がすごい高かっただろうしね、カルト映画だよね多分、実際描かれてるのもあれはカルト宗教のね、うん、宗教とは言ってないけどやっぱり宗教だよね、まあ、そうだね、民族か、なんていうの、共同体、共同体の自分たちのルールたちで生きてる人たちの話だから、そうそう、なんかトリックとかさ、日本で言うと、うん、うん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 、ね、8日目の先とかもそうだね、あそうだね、うん、そういう感じがある、そうそう、なんか日本で見るとちょっと違和感とか出るときあるけどさ、うん、海外の見てるとマジでいそうって思っちゃうときあるよね、思う、ね、あのもうこのこういうだ、実際太陽が沈まない時期があるわけじゃない、スウェーデンには、うん、だからでしかもああいう白い衣装をさ、うん、お花にまみれて生活してそうなの、うん、実際ほらアメリカだとアーミッシュとかさ、何それ、アーミッシュって電気、うん、ガス使わないのかな、水道使わないのかな、そういう人たちがいて、うん、うん、全然普通に、あもうそれが普通ってことなんだね、そう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 、うん、アーミッシュの方々とかっていう、うん、そう存在するから、うんうん、今俺のことバカだと思ったろ、いや違う違う違う、なんか私もそれ以上の説明なんかちょっとやめてよ本当に、そんなこと思ってないよ、だからなんか出さない、出さないで、アメリカのその育ってきたユリピソの頭いいとこ、いやいやいや、アンちゃんの方が十分制作会社にのことも知ってるしあそう見て、これラジオだから分かんないけど、あそのミッドサマーの T シャツ着てる、T シャツのことも SNS、 あ今見えた、 W 見えた、あ、ま、間違いない、壁画、そう、たまちゃんの書いてある、もうネタバレになるのは言っちゃいけないかもしれないけど、クマとかね、燃やされるとことかの、ね、絵が描かれてるんだよ、クマちゃんは大丈夫あとさ最後のさこれネタバレとか全然ありなんでしょ、もう、うん、これネタバレしても私は大丈夫な映画だと勝手に思っているんだけど、うん、だってもうネットフリックスとか入ってるし公開2年経ってるからね、うん、最後のさ燃やされるとこあるじゃない、うん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 、あれあ結局自分から望んでいったのに怖いんだってとか思ってた、最後ね、そう、あそこのシーンは本当に私すごい話したくて、うん、でさ話したいとこずっと最初からいっぱいあるのよ、ちょっとこれ2週に分けて話してもいいかな、はいはい、うん、全然全然、1回目ここら辺で締めて、あ、オッケーオッケー、来週に続くでもうちょっとストーリーに踏み込みたいなと思います、かしこまりました。
じゃあ、また来週、映画の話しましょう。はい、あんちゃんこと安楽正司さんと小野由里がお送りしました。ありがとうございました。